ッピーハロウィン。うわー、びっくりした。フェザーさん、ハッピーハロウィンです。見てくれ、ちゃんと歌詞を用意してきたぞ。うわー、たくさんありますね。そうだろう、受け取ってくれ。オイラたちにくれるのか。もちろんだ、そのために持ってきたからな。ありがとうございます。やったな、もらおうぜ。よーし団長、早速拳と拳で語り合おう。え、なんだって。ハロウィンだからな。団長、トリックアトリート。いやー、お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ。今度はフィューフかよ。次から次へとびっくりするじゃねえか。わー、お菓子たくさんある。お、あんたも俺と勝負するか。勝負？勝負したらお菓子もらっていいな。勝ったらやるやる。あちし本気出しちゃうぞ。そうか、今日は熱い語り合いができる。たぎってきたぜ。待て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 、どうしたの。なんだ。お前らハロウィンをなんか勘違いしてねえか。トリックオアトリートでしょ。お菓子くれなかったらいたずらしていいんだよね。菓子は挑戦状の代わりだろ。渾身のいたずらの応酬で勝敗を決する。すなわち宣戦布告をして正々堂々勝負する。それがハロウィンだ。フューフちゃんは別に間違ってはいないですね。問題はフェザーか。そうですね、いつものフェザーさんって感じです。それより団長、早く勝負しよう。あ、フューフとの勝負を先にするか。お菓子くれるなら私はどっちでもいいよ。団長とフェザーの勝負応援するのも楽しそうだし、どっちを応援しよっかな。その前にハロウィンが何かっていうのをもう一度ちゃんと理解した方がよくねえか。そうですよね、ハロウィンっていうのは。ハロウィンっていうのはな。仮装したりするお祭りだっていうのはわかるんですけど、迷子のジャックを慰めるんだったか。確かそうだったような。でもなんだかはっきりしたことはよくわかりませんね。あら、どうしたの。難しい顔しちゃって。あ、グレイさん。オイラたちハロウィンのこと実はよく分かってなかったんだなって思っててよ。ハロウィンのことってお祭りの由来とかかしら。いろいろな説があると思うけれど、確かもともとは収穫を祝うお祭りだったはずね。それは初耳だ。でも収穫に感謝するのはいいことだな。収穫を祝うのにお菓子を食べるの？仮装したりするのもどういう意味なんでしょうか？こういう慣習というのは少しずつ形を変えて元の姿がわからなくなったりするものよ。でもハロウィンの日にはこの世とあの世が近づいて、死んでしまった人や人ならざる者が現れるって話もあるわ。そうでしたね。人ならざる者。
怖い？でも死んでしまった大切な人に会いたいと思う人は多いと思うわよ。うん、そうかもな。でも私は大切な人とこうしていつでも一緒だから関係ないわ。大事な人と一緒なのは嬉しいし楽しいよね。うーん、でもハロウィンのことはややこしくて分かんなくなってきちゃったな。あまり考えすぎなくてもいいんじゃないかしら。せっかくのお祭りなんだもの、好きなように楽しめばいいと思うわ。その通りだな。それでこそ祭りも盛り上がる。だよね。てなわけで団長、お菓子ちょうだい。はあ、ちょっと待ってください、ユーホちゃん。いいぞ団長、俺とは思う存分拳で語りよう。うん、お前のそれはいつもと変わらねえじゃねえか。楽しそう。団長さん、ちゃんと二人のお願いを聞いてあげてね。あれ、グレイさんはどこかに行くんですか？私は家族みんなでハロウィンの街へ出かけようと思うの。今夜は私のこの姿を見てもきっと誰も変に思わないから。それは楽しそうだな。気をつけて行ってこいよ。ありがとう団長。早くお菓子くれないといたずらしちゃうぞ。団長、俺は燃えてきたぞ。今なら最高の勝負ができそうだ。順番ですよ。一